髪長心配ですね。そうですね、まあ、その点あのジャンボの方はね、とにかく今の心中無と、はい、言ったところで、まあ、元気いっぱいですね。そうですね、やるだけやってみようというような表情、ジャンボ鶴田。いよいよ両選手の紹介でございます。優勝決定戦、鶴田が先に紹介されました。14戦10勝1敗時間切れ引き分け1、両者リングアウトに8戦21。ジャイアント馬場でございます。チャンピオンカーニバル返り咲きなるかどうか、またしても規制の対決になりました。山田さん、このチャンピオンカーニバルで両者顔を合わせまして、時間切れの引き分けに終わっておりましたね。そうですね、まあ、30分フルタイム戦っての引き分け、はい、このね実績というものはね、むしろジャンボ鶴田に有利ですね。なるほどね、これはね、馬場選手と30分フルタイムやって引き分けたという精神的なものは大きいですよ。そうですよね。さあ、優勝決定戦、試合の方は60分の一本勝負、もちろん PWF のルールが使用されます。ジャンボ鶴田の控室の下の方には山梨後援会の応援団発揮をきまして大声援を送っております。初優勝なるかどうか、ジャンボ鶴田。さあ、このチャンピオンカーニバル戦、ずっとこの全国35会場波乱に満ちたチャンピオンカーニバル戦だったんですけれども、このジャンボ鶴田の方は山田さん、初優勝を狙うための数々の関門を見事に押しのけてまいりましたですね。非常にね、予想してた以上によくやりましたね、はい。本当に星取り表を見てみましても、負けたのはあのアブドラドブッチャーの1敗だけですね。そうですね、しかし、まあ、あのね1敗というのは大きかったですがね、あの本当にね完璧な負け方というとちょっと言葉としてはおかしいんですが、はい、もう完全にやられたんですね。そうですね、一方のジャイアント馬場の方です。ストレートに優勝決定戦に出ることができなかった理由は何があるんでしょうね。やはりね、左足の靭帯を痛めた前半戦、あれが大きくかかりましたね。なるほどね、しかし今夜のリング上、先ほどから凄まじい闘志を見せましたジャイアンツ馬場、完全に左足の靭帯は完勝でございます。治っております。しかしね、先ほどのブッチャー戦を見る限り、非常に馬場選手は力強く戦ってますね。なるほど、もうちょっとね近代にない打ち方ですね。はい、ロープに飛ばされました。ジャンボ鶴田肩から当たりました。元気いっぱい若さを爆発するジャンボ鶴田でございます。過去師匠のジャイアンツと馬場とはこのチャンピオンカーニバル戦を含めまして3回対戦して馬場の2勝1引き分けですね。そうですね、何としても今日はピンフォールで師匠から1本取りたいなということを言ってました。まあ今日はね1本勝負ですからね、まあそれが即勝負になるわけですから、まあだからね両方ともね本当にね戦いとは別にこの心中もうギリギリとですね、何かギリサインのまなるような気持ちが元気のいいジャンボ鶴田、非常に動きは目立ちます。おっと、うまく待っておりました。抱え投げボディースラム、209センチから打ち下ろす抱え投げ、思い切り体から当たりました。鶴田体から当たりました。ずっとこの試合満を持しておりましただけに、スタミナ的にはもうジャンボ鶴田断然有利、ハンデを負っております。ジャイアント馬場、おっと素晴らしいエルボースマッシュ2連発鶴田です。サイドのヘッドロックからリングの中央、いいポジションを取りましたジャンボ鶴田。なかなかね、エルボーバットいいですがね、はい、あの程度のことではちょっと馬場選手には通じないでしょう。なるほど、ブッチャーのあの続きに耐えた馬場ですからね。本当ですね、どうやら馬場選手の血が止まったようですね。そうですね、右の足を復帰させようというジャイアント馬場でございます。サイドのヘッドロックジャンボ鶴田、果たして初優勝なるかどうか。思い切って持ち上げた、持ち上げバックドロップ、過去1回このバックドロップで仕留められている鶴田、危ないぞ鶴田、危ないぞ、またしても二の前か、またしても二の前か、大きなファイト、ものすごいバックドロップを見せました。そしてネットスイーパードロップ、強烈大技2連発やります。ジャイアント馬場、そのままカバーだ、最初のカバーはジャイアント馬場。やはりね、大技を連発してますね、馬場選手は。本当に大技を見せますね。自分のね、やはりスタミナを考えて、ピッチャー戦でかなり使ってますからね、速い勝負を狙ってますね。ブルドッキングヘッドロック、ブルドッキングヘッドロック、ジャンボ鶴田、返したばかり、ジャイアンツ馬場の顔面を狙いました、ブルドッキングヘッドロックであります。ビル・ロビンソン戦で使いましたね。そうですね、非常にいいですよ、あの攻撃は。果たして馬場に通用するかどうか。なるほど、短期決戦を挑んでるわけですね。馬場選手としてはね、早い勝負を狙ってますね。もう一回ブルドッキングヘッドロックであります。
思い切っていきました。ジャンボ鶴田、あっとどうでしょうか、馬場のスタミナ、あっとカバーカバーカバー、あっとどうだどうだどうだ、微妙なところです。カウント2ですね、カウント2ですね、まだカウント未完成であります。一瞬失神状態でした。今度はブレンバスターか、ブレンバスターの体勢ですが、あ、馬場を持ち上げるか、馬場を持ち上げるか、ブレンバスターどうだどうだ、アスターの大会では1回成功しています。さあ今度はエルボースマッシュ、エルボースマッシュを見せました。またしてもエルボーを打っておいて、ブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスター決まりました、決まりました、鮮やか鶴田、師匠を投げ飛ばす、師匠を投げ飛ばしました。今のブレンバスターどうですか。やはりね、かなり重いだけにね、もう一息っていうところですね。それとね、先ほど のブルドッキングヘッドロックも、はい、ちょっとまだひねりが甘いですね。ひねりが甘いですね、しかし相当ダメージを受けているようですね、馬場選手 ね、あのブルドッキングヘッドロックを受けてから動きが止まりました。さあ人間風車ダブルアームスープレックス、ダブルアームスープレックス、さあ追加と押しているジャイアント馬場、おっとおっとどうだ、今度はパイルドライバーか、強引だ、強引強引強引、パイルドライバー同点食い打ち、うまい変形、うまい変形、同点食い打ち、チャンス、鶴田初優勝のチャンス、どうだ、どうだ、どうだ、カウントが、あっと足を突き出した。あのね、馬場選手の同点を攻める攻撃はいいですよ。本当ですね。いいです。チャンピオンカーニバルで初優勝を飾って、次期シリーズ、来日が決定しております、世界チャンピオン、アリーレースの世界選手権に臨みたい、ジャンボ鶴田、6月の11日、世田谷区の体育館でございます。ラフに出ましたね。ラフに出ましたね。今までは非常に基本技を展開してましたがね、どうやらラフペースにもつれ込んで師匠の馬場を怒らせようという作戦にもつれ込んだようです。持ち込んだようでございます。ストンピングを見舞います。おそらくね、スタミナに自信のある鶴田としてはね、もううんとね攻撃を長く出せようという。なるほど、今度は場外に持っていきました。さあジャイアン、ジャンボ鶴田がジャイアント馬場を追いかけます。喉のところに手をやりました。リングサイドの新聞記者席の机の上に体を打ち付けました。しかしまだ余裕があります。馬場余裕があります。頭を振っています。しかし山田さん、あの汗の咲き具合から見ますとどうでしょうか。今余裕の笑みを漏らしましたが、これはどういう風な笑みだったんでしょうね。そうですね、まあ余裕のように見えましたがね、かなり苦しいでしょうね。苦しいですね、しかし相手には絶対に苦しい表情を見せません、ジャイアント馬場でございます。さあまたしてもジャイアント馬場入りました。おっとキックでいきます、キックでいく、あっと脳天からたけ割り、脳天からたけ割り、ものすごいスタミナ馬場、この一戦にかけています。キック攻撃、あっとエルボーバットで返す、姿勢の対決、今度は逆水平、逆水平一発、さあ左の手を持っているロープに飛ばされた、ジャンボがロープに飛ばされた、16問、ものすごい16問カウンター、相当エンジンが回転してきましたね。決まり、決まりました。今度はジャイアント馬場がブレンバスター、ブレンバスター、ブレンバスター、ものすごい落差、ものすごい落差、脳天から押しました。ジャンボ鶴田破れるか、またしても破れるか、そのままカバーの体勢、おっとどうだ、返した、返しました、鶴田やります。馬場もどうやら山さんリズムを取ってきましたね。今度は川津落とし、川津落としです、ペースを握りました。大型ファイト、ジェイアント馬場、弟子には負けておられません。さあチャンピオンカーニバル第5回の優勝を取り戻すか、大技連発ですね、大技連発ですね、あれだけブッチャーのヘッドパットを1ダース以上打たれながら、このスタミナ、ものすごい、ジャイアント馬場執念です。ジャンピングヘッドパット、いや2パス、ジャンピング2パス、今度は膝を当てました、ねじり寄る、これは効いたようですね、これは効いたようですね。しかしね、老快ですね、馬場選手は、もうすぐロープですね、必ずポジションを考えてますね。今度は左の足を持ちました、ロープを持っているんですが左の足を持ちました、これは注意をされております。上樋口レフリーに注意をされておりますが、どうやらエキサイトしておりますのはジャンボ鶴田の方ですね。そうですね、さあ今度は逆エミの体勢、ボストンクラブ、ボストンクラブの体勢で、うわっとまたいだ、師匠のジャイアント馬場をステップオーバーしました。さあどうだ、これでギブアップさせるかどうか、ジャンボ鶴田であります。勝てば初優勝、勝てば初優勝、次期シリーズ6月に11日にはハリーレースへの挑戦が決まっている、優勝を飾って気分よくして NWA の最高峰を目指したいジャンボ鶴田、あーっと返されました、脚力で返されました。まだね、締め方が甘いですね、締め方が甘いですか、馬場選手余裕がありました、自分の腹の下に自分の手を入れてましたからね。なるほど、さあまたしても突撃回転、ジャンボ鶴田大きくロープしてドロップキック、ドロップキック、フランビルトリップを通しましたが、またしてもロープサイドだ、ロープサイド、ポジションが悪い、ちょっと焦ってますね、焦ってますか、ジャンボは焦ってます、焦ってますか、今度はどうだ、ステップオーバーに行きました、
前方はトーホールドであります。ポジションを考えた攻撃をしなきゃダメですね。なるほどね。もうさっきからロープにまっすぐ逃げられてますね。今の場合も一歩リングの中に引き戻すという攻撃がないですね。そうですね、あれでは体勢を逆にすれば右の長い足が届きますね。届きます。とにかくあの馬場選手の足は長いですからね。ちょっとポジションの計算が甘いようであります。ジャンボするな。しかしスピニングトーフォールド2回転、これはいい攻撃だ。スピニングトーフォールド、アメリカの主将フリーファンク譲り、ドリーファンクジュニア譲り、おっとうまく返しました。馬場もこれはよく勉強しています。大きくロープに飛ばす。あっと今度はコブラツイスト、潜り込んだ、潜り込んだ、腰を低くした。コブラツイスト、コブラツイスト、どうですか山田さん、どうですか。もう少し体を起こしたいですね。馬場の表情をご覧いただきましょう。かなり苦痛な表情、完全に台で足は復帰しています。ジャンボするた、これでギブアップできるかどうか、ギブアップできるか。しかし腰に乗せております。強靭な腰、バネを持っているジェイアント馬場。しかしピッチャー戦でもヘッドバットで背中のあたり、こちらあたり打たれました。さあさあどうだどうだ。あっとジャンボ鶴田が場外。頑張る馬場、頑張る馬場。鶴田の方が振り回されましたね。本当に頑張りますね。いやもう本当に感心しますね。あのピッチャー戦からどうでしょう、時間にしてもブロックしか休んでませんでしたよね。おっとドープ越し、回転エビ固め、回転エビ、回転エビ固め、ローリングクラッシュホールド。うまくインサイドワークを使いました鶴田。 そしてパッと頭を持ってロープに飛ばす、ものすごいいい対決だ。おっとおっとジャンピングネットブリーカードロップ、ジャンピングネットブリーカードロップ、どうだ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 、決まった、決まりました、決まりました、見事馬場やりました。一瞬の隙を突きましたね。素晴らしいタイミングでした。ジャイアント馬場しかできないネットブリーカードロップですね。本当ですね、見事にやりました。馬場優勝です。馬場優勝です。今の決め座になりましたレッドブリーカードロップ、一つスロービデオで振り返ってみたいと思いますが、馬場選手本当によくやりました。おめでとう、堂々の勝利です。さあ大きく飛ばして、このタイミング絶妙です。ガッチリと左に手を食い込んでますね。このまま落差のありますネックブリーカードラップ、見事に成功させました。ジェイアント馬場おめでとう、堂々の優勝、第5回チャンピオンカーニバル堂々の優勝でございます。やりましたね。いやしかしね、あのじり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 追い上げてきた馬場、はい、まあ今日のブッチャー戦を見た限りではね、もうおそらくジャンボの若さにね、はい、するんじゃないかと。もうスタミナの上でもね、やっぱり苦しい戦いだったですね、はい、まあもう試合が始まってからも本当に苦笑いを浮かべたり、余裕に見せかけていましたが、かなり疲れてましたからね。本当ですね。しかしそれにしてもよくやりましたね。準優勝はジャンボ鶴田ということになります。そうしますと第3位がアブロザ・ブッチャーでいいわけですね。そうですね。第4位がザ・デストロイヤー17点以下、大月太郎スーパーデストロイヤーブルーラモスと、こういう風に続くわけでございます。第5回のチャンピオンカーニバル戦、堂々の優勝。しかし振り返ってみますと、この馬場選手も一番はもう優勝を諦めたんではないかというような土壇場に追い込まれましたね。そうですね、まあしかしね、馬場選手のねテクニックとか投手よりもやはり私はね、はい、あれだけ戦ってなおかつやれるというスタミナ、はい、これにも注目したいですね。本当ですね、驚きました本当に、はい、リング上では表彰式が行われております。日本テレビの岩渕編成局長によりまして、これより優勝選手にチャンピオンカーニバルの大トロフィーが贈られるところでございます。これを手にするのは2年ぶりということになりますね、山田さん。そうですね。昨年はアブドラザ・ブッチャーでした。まあ、あの時ね、まあ、あの味わったね、悔しさをね、はい、今日の喜びでね、はい、飛ばして、まあ、また頑張ってもらいたいですね。そうですね。こうなりますと、このチャンピオンカーニバルに優勝して、シリーズにやってくるハリーレース、ジャンボ・スルタとのタイトルマッチに勝った選手に、NWA の最高峰をかけてチャレンジするわけですけども、可能性は出てきましたね。そうですね。続々と、優勝のトロフィーが贈られております。無念残念、ジャンボ鶴田師匠にまたしても屈しました。4回目の顔合わせでしたけれども、どうしても師匠に勝つことができません。あっと今のトロフィーを準優勝のジャンボ鶴田に渡そうとしましたね。そうですね、惜しくも師匠の馬場に敗れましたジャンボ鶴田ですけれども、しかしよくやりました。さあ大会に参加した全選手が続々と、リングの方に集まっているところでございます。ジム・ジュラン選手もやってまいりました。優勝はジャイアント馬場でございます。第5回のチャンピオンカーニバル準優勝のジャンボ鶴田にも今
盾が送られたところでございます。よくやりましたよね。